柴くんもありがとう。からの犬ちゃんキス、バシャバありがとう。スマホの向こうに私を待つ人がいる。ライブ配信、それは誰もがタップ一つで世界へとつながる無限の扉。日々配信し続ける彼らはこう呼ばれる。ライバー、今回登場するのは、置いてかれないようにみんな上げてって、上げてこー。新進気鋭の歌ライバーはまるで自由を求めさすらう旅人だった。周りに日本人が一人もいなかったんですよ。別にグレてるつもりもなかったですし、別に不良になりたかったわけでもないんですけど、楽しいことを追求してたらそうなってたっていう。10人十色のライバー人生、新たな素顔とは。ここは茨城県の日立市で僕が生まれ育った故郷になります。ここが日立駅の、海岸口で、結構インスタ映えスポットって言って有名なとこですね。今日ちょっと台風の影響で海が汚いんですけど、普段もうちょっといい色してます。なんやかんや、まあ何もあって何もないような田舎なんですけど、が一番落ち着くっていう感じですね。この地でどんな幼少期を過ごしたのか。なんか3歳ぐらいまでは喋ることができなくて、規制を上げながらそこら中を走り回っていたらしいです。踊るバレエをやってたんですけれど、まあ結構好きでしたね。14歳ぐらいでやめてしまったんですけど、音楽はピアノとかをやらされてたんですけれども、たくさんの習い事をして本物の芸術に触れてきた。そんな恵まれた環境はどう作られたのか。ユネスコ、無形文化遺産に登録してされている風流物ってものがあるんですけれど、それは僕の曽祖父が、戦争で焼けてしまったものを復元したものになります。ちょっと有名人ですね。一応この日立市の名誉市民第一号だったりするみたいなんで。この地の文化を守り継ぎ皆に称えられた曽祖父。新たな生き様にはこの偉大すぎる家族の存在が大きく投影されている。ここは日立市郷土博物館というところです。配信休みの日とか結構遊びに来たりするんですけれど、まあ、あの日立市の歴史関連のものだったりとか、あと美術品の展示会とかもやられたりしてて、こういうの見て結構昔の人たちはどういう暮らしをしてたんだろうなって物思いにふけるのが好きです。この辺りですねにあるこういった人形だったりを復元したのがひいおじいちゃんです。日立風流物、それは壮大な山車とからくり人形が織りなす民族文化財。江戸時代に始まり、現在も毎年春の日立桜祭りで公開されている。これが5分の1スケールのものになるみたいです。15メートルぐらい高さあるので、だいぶ迫力があります。でこの裏に人がいて紐でこう操作してて、そういう作りのものになってます。でこういう首がいっぱいあります。そのおばあちゃんの家なんですけれども、大量にその辺に置いといていいものじゃないんですけれど、その辺に置いてあります。ポイッて。日立市といったら、まあ、日立製作所と風流物みたいな感じになってます。しかし実は曽祖父の本業はこうした文化財とは全く縁のないものだった。会社を別でやってまして、その会社をやってる傍らでこう趣味に近い形でやってたみたいです。その風流物以外にもこう貝殻に絵を描いたりとか、そういうなんかアート的なことをやってた人で、営んでいた会社は今もこの町にある。もともとその日立製作所と一緒にこう歩んできた会社みたいな感じで、もともとその家電の組み立て、今は家電の部品を主に作ってる会社になります。おじにあたるものが社長をしてまして、
うちの父親は工場長みたいなのをしております。地元の銘菓に生まれ育つことは必ずしも幸せなことばかりではなかった。9歳から15歳ぐらいまでは、中国の上海にいて、そこから17歳までの2年間ぐらいはアメリカの高校に行ってました。その家庭環境もそうですし、育ってきた経緯っていうのも普通ではない、一般的ではないんで、違和感というか他の人と自分は違うんだなっていうので、すごい苦労した話は結構ありますね。はたから見れば恵まれた海外経験、けれど言葉や文化の壁は思った以上に大きかった。正直辛すぎて記憶がないというか、そもそも環境も違えば食べ物も違うし、英語の学校に僕は行かされてたんで、周りに日本人が一人もいなかったんですよ。子供ながらに地獄だったと思うんですよね。中学校1年生ぐらいまではちゃんと真面目に学校行って、中学校2年生ぐらいになってから、まあ反抗期じゃないですけど思春期を迎えて、学校行ってなかったんですけれど、9時から喫茶店に行って漫画を読んで、お昼ラーメン屋に行ってラーメンを食べて、で3時まで学校行って、その後、友達とビリヤード場に行き、夜までビリヤードをして、そこからまた別、今度は大人の仕事終わりのおじさまたちと会って遊んでもらって、家に帰るっていう、毎日を送ってました周りにいた友達がだいたい高校 2,3 年生とかで、そういう人たちとなんか遊んであったり、 4,50 代の自分の父親ぐらいの人たちと遊ぶっていうのが楽しかったんですよね、当時は。普通ではない環境は少年をだいぶ早く大人にしてしまったのかもしれない。いつしかそんな生活が自分らしい個性に気づかせてくれた。別にグレてるつもりもなかったですし、別に不良になりたかったわけでもないんですけど、自分がやっぱそこもなんか楽しいことを追求してたらそうなってた。とにかくいろんな大人の方々と遊んでもらってた中で、年上の人に可愛がってもらう技術みたいなのは、おのずと身についてたのかなって。韓国人の同級生がギターをやっていたのを見て、僕もギターを始めて、今配信で披露したりしている歌はパソコンで全部作ってるんですけれど、その辺はやっぱり中国にいて韓国人の同級生がギター弾いてたから今自分も作曲してるみたいなところはあるので。その後2年間のアメリカ留学を経て日本へ帰国。日本の学校はもはや窮屈でしかなかった。そこからまたグレて朝学校は行ってたんですけれど、行って寝て、朝のホームルーム中に寝ちゃったんですよ。でパッて起きたら、もう帰りの回ですけどみたいな日々でした。自分らしく楽しいことを追い求めて生きていきたい、そこがどこかは分からなかったけれど、だいたい2022年の9月ぐらいなんですけれど、ライブ配信サイトの Twitch だったりとか YouTube のライブ配信とかを見てた時期で、自分がやったことないことってなんだろうと思った時に、ライブ配信ってやったことないなと思ったんですよ。喋るのとか好きだからちょっとやってみたいなと思って、どの配信媒体がいいんだろうなって思って出てきたのがポコチャだったんですよね。そんな本当にもうなんか趣味でなんかいろんな人と喋れたらいいなぐらいな感じで始めました。アスカちゃんもおかえり、いいね、ありがとう。ツッキーもいいハートナイス、リョウちゃんもハートありがとう、タカくんもいいハートナイス、ありがとう。新たな配信、他のライバーとは一線を画す特徴がある。他の人って結構カラオケじゃないですけれど、人が作った曲をカバーという形で歌ってっていう人が多い中、僕は自分で曲が作れたんで、その他ではない形で配信をできたんですよね。で結果的に他の人よりも早くリスナーさんの心をつかむことができたっていうところは大きな要因かなと思ってます。
驚くべきはその曲数。アイテムに合わせて多種多様な曲が聞こえてくる。花火がナビー、しばくんナイス、ありがとうございます。さあ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 、皆様、玉や鍵やおいハートキラクオムで一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。ナイス、イネちゃん、ありがとう。さあみんな一緒にアゲアゲしてってくれたら嬉しいです。ありがとう、ナイスアゲアゲ。ウイちゃん、カノン、カナちゃんもアゲアゲ、ナイス。大好きな季節だ、待ちに待った時間だ。基本的には全部そのアイテムにまつわる歌詞というか、花火っていうアイテムをいただいた時の歌だと、まあ、そのお祭りだとか、もう完全に独学で YouTube とか見ながら、あと友達に聞きながら、こういうのやってみたいな、じゃあやり方を調べてやってみよう、あ、こうやるのかみたいなのをこう繰り返しっていうか、で気づいたらなんかいろんな曲が作れるようになってたっていう感じです。イケメンが歌うとこありがとう。僕の作った歌、歌声イケメンの三拍子、ありがとうございますでもやっぱ多いのはやっぱ歌とか、パフォーマンスとかが多いのかな。唯一無二のスタイルで人気ライバーとなれた。だからこそ過去を笑って振り返ることができる。配信見に来てくれてる方は結構無意識に僕の歌、私生活で口ずさんでたりするみたいなので、そういうのは全部そのずっとやってたピアノだったりギターのおかげかもしれません。全部なんか個人的には遊びの範疇なんですけれど、全部楽しいからやってるっていうだけですね、正直。生まれ育った家の重責を感じなかった日はないけれど、いつも心の支えだったのは好きなことを極めて生きたあの人の面影。向かってるのがそのさっき話してたひいおじいちゃんの記念碑ですね。こんな感じの場所ですね。ひいおじいちゃんが生涯をかけて風流物を復元したというのを称えるみたいな石碑ですね。すごいっすよね。僕もなんかポコチャでこれぐらいの石碑が立つぐらいの功績が残したら面白いなとは思うんですけど。自分にもきっとあるはずだ。好きを追い続けた先にある未来が。正直結構仕事人間というよりかは道楽的な人だったとは聞いてるんですけれども、多分好きの延長線上で復元に携わったっていうふうに聞いております。会ったことないんですけれど、一番似ている価値観が近い人っていうのはひいおじいちゃんなのかなと思ってます。僕結構真面目にやりすぎると空回りする性格なんで、あんまり真面目にやりすぎないようにしてるっていうか、自分のやりたいことを自由にやるっていうことは追求してたみたいなので、僕もそういう生き方をしたいなと思ってるので。まだゴールは見えないけれど、やりたいことはたくさんある。だから本気で遊ぶ。このドキュメンタリーでそんな思いを表現したかった。新しく曲を作りました。僕なりの感謝の形です。ちょっといつもとは曲のテイストが違います。僕今月で1周年なんですよ。配信始めて1年なんですけれど、まあ、これまであったこととか思い出しながら書いた曲なので、僕のことを応援してよかったなって思って思える一曲になってると思いますので、ぜひお楽しみください。聴いてください。旅路っていう曲です。君はつぶやくけど
自問自答これで十分これで合ってるのかいやそれいつになっても分かんないから気にしないでよ大切なのは今日という日をどう生きたかってそれだけだよ僕すごく悲観的な人間というか引退だとか何かをやめるとか、まあ、人間の命とかっていつか必ず終わるじゃないですか。でもそういうことこそ向き合わなきゃいけないなっていうので旅っていうのをポコザのライバー人生だったりっていうのを旅に見立てて作った曲になります。僕にとってライブ配信とは遊びです。今までの人生を振り返っても楽しいことしかしてなくて夢中になれるものの一つですね。なので一緒に楽しんでくれるリスナーさんには本当に頭が上がらないな。君がいるから旅は面白い。楽しいを極めたら道になる。ありがとう。これからも楽しく配信をしていけたらいいなと思っておりますので、これからも仲良くしてくれたら。さあ、旅は道連れ。嬉しいです。今日も楽しんでいこう。これからも一緒だよって。ありがとう。